あ、ありましたよ。これですね。カラフルですね。ほら、梅の花もあしらわれています。ポケモンをデザインしたマンホール、その名もポケフタ。今日太宰府政庁跡に設置されました。2018年に始まり、全国ではこれで313枚目となります。作っているのはマンホールの生産量日本一を誇る福岡市の日の出水道機器。普通の蓋と比べると何が難しいのでしょうか。ここにポツポツと出てる部分ですよね、はい、これですね、はい、こういうところとか、あとこのそこの非常にちっちゃいところっていう部分の表現がすごく難しい。デザインはすべて世界で1枚しかないオリジナル。凹凸の表現だけでなく色も加えるため、製造には通常の3倍ほど時間がかかるそうです。絵として描いてるものがマンホールの蓋になった時に、もう本当に全く違和感がないようにですね、仕上げていくというところに島さん気をつけて作っていってると思います。今回ポケモンとのコラボが実現したことについて楠田市長は、世界各地にやはり名が通っているキャラクターですから、やはり各地から欧米からも来ていただけると、客層がさらに広がると、市としても経済税収効果が格段に高まるんじゃないか、そう期待しています。太宰府市では西鉄太宰府駅前と客間跡にも設置、回遊性の向上につなげたいとしています。